三越伊勢丹ホールディングス三越伊勢丹、伊勢丹伊勢丹は百貨店業界売上主位の三越伊勢丹ホールディングス参加の株式会社三越伊勢丹が運営する百貨店屋号の一つである。また株式会社伊勢丹は2011年3月31日までこれを運営していた会社である。百八十六年創業の老舗の五福店系百貨店。 関東地方などの国内及び中国、東南アジアの一部の都市に百貨店を展開する。2007年上半期時点で日本の百貨店業界第5位、東京の新宿に本店を構える。日本全国に関連会社を含め12店舗を展開し、店舗別年間売上高日本一位である新宿店が売上の6割を占める。 ファッション性の高い衣料品の販売で、中高年層をはじめ、若い世代からも支持を集める。ファッションの伊勢丹、ファッションミュージアムを標榜している。1968年オープンのメンズ館の成功で、紳士服は売れないという業界のジンクスを破った。ロゴマークは、創業時から丸に、イの筆文字が入ったマークを使用してきたが、1975年、 1986年と二度マークを変更している。なお、創業時からのマークは、現在も正式な車掌として使用されており、新宿店本館屋上の看板で使用されている。言論の黄色の丸は時代を捉える目、角文字の突起は時代の風を表現していると社内では説明されていた。ポスシステムは日本 NCR 製を使用する。合併前の運営会社である。 株式会社、伊勢丹のグループ会社は、百貨店事業を中核に、クレジット、金融業、小売専門店業、その他事業の4セグメントに分かれ、37社で構成されている。グループの連結売上高は、約7700億円である。売上高営業利益率は、単体で3.24%である。2008年4月1日、 伊勢丹による三越の事実上の救済合併により、三越伊勢丹ホールディングスを設立。合併比率は、伊勢丹株一株に対し三越株0.34株である。2011年4月1日に、株式会社三越を存続会社とする合併を行い、株式会社三越伊勢丹が発足した。このため法人としての株式会社伊勢丹は、解散している。 伊勢丹発祥の地の石踏みを神田明神下交差点より望む。石碑は2011年に撤去。伊勢丹ターターン伊勢丹では各店の名称を本支店と称している。関東地区三店舗のみ直営店。伊勢丹の本店にあたり、三越伊勢丹の本社及び陶器場の本店所在地でもある。通称は新宿伊勢丹。新宿三丁目交差点の北西に位置し、 東京メトロ丸の内線、福都新線、都営地下鉄新宿線の新宿三丁目駅に直結している本館とメンズ館、及び伊勢大会館、パークシティ1から5などの周辺施設から構成されている。年間売上高2741億円。対前年比プラス2.1%。店舗別売上公全国1位である。また、 国内のあらゆる小売店の中で最も売上高が大きい。ファッションやビューティー関連で東の新宿伊勢丹、西の梅田阪急と呼ばれる。1933年9月28日に開店した。伊勢丹全店舗の売上高の6割を占める期間店で特にファッション関連について強いとされる。本館とメンズ館があり。 2本館合わせた売り場面積は64,296平方メートルである。本館のうち新宿三丁目交差点に面した部分は、隣接していた、ホテ屋の建物を1935年の後地に、男の新館が開業した。地下鉄の新宿三丁目駅直結であるが、巨大ターミナル駅である、新宿駅からやや離れており、また、新宿駅に直結する小田急百貨店や、 京王百貨店のようなターミナルデパートではないにも、かかわらず、年間の来店客数は約3000万人に及び、国内6位から8位につけている。東京メトロ副都心線の開業により、最寄り駅の新宿三丁目駅が、東武東上線、西武池袋線沿線と直通することから、来店客数の一層の伸びが予想されていたが、2008年6月の、 売上高は前年同月比9.1%減であった。本館、志向は、清水組の外装は、アールデコ様式で、東京都の歴史的建造物に選定されており、東京都の選定歴史的建造物の登録表彰が、本館1階、新宿三丁目交差点付近の外壁に設置されている。地下2階に、10代女性を取り込んだ。 伊勢丹ガールが2008年9月3日オープン。その後、2013年3月6日のリモデルにより2回へ移転している。メンズ館は、従来の男の新館に大改装を施し2003年9月に再オープンしたもので、伊勢丹にとって現在の工場ぶりを象徴する店舗でもあり、東京地区百貨店全体における、新四服売り上げの約4分の1を常に保っている。 まさにドル箱的存在である。かねてより百貨店業界において、購買層としては、二の次とされていた、男性客、とりわけ若年男性客を、百貨店の新たなターゲットとして獲得することに、成功。これに触発された、阪急百貨店や名鉄百貨店本店は、メンズ館をオープンし追随するなど、日本の百貨店業界に大きな影響を与えた。 札幌の今井丸井のメンズコーナーは、同じフォントで、丸井メンズのアドサインと包装を使っている。パークシティ伊勢丹1.24.5と、伊勢大会館、パークウェストなど、別館を数多く持つ。伊勢大会館は、メンズ館西側の靖国通り沿い、パークウェストは、新宿丸井面の東側に位置する。隣接するタクシー乗り場は、国際自動車とグループ会社専用。部外者は、 乗り入れ禁止。2011年より新たな戦略として展開を開始した小型店については三越伊勢丹を参照。静岡伊勢丹新潟伊勢丹 JR、京都伊勢丹 JR、大阪三越伊勢丹吉祥寺店松戸店。2018年3月21日閉店、相模原店府中店小倉伊勢丹台湾、高尾伊勢丹台、万国伊勢丹。 セントラルワールドムネ。2020年八月三十一日閉店二千八年四月一日に、三越とともに、株式移転により、純粋持ち株会社、株式会社、三越伊勢丹ホールディングスを設立し、両社は、この、持ち株会社の参加となって、経営統合した。伊勢丹は、旧、三菱銀行時代以来、メインバンクである三菱 UFJ 銀行出身者を、 役員に複数登用するなど同行との関係が歴史的に深く、旧三井財閥系の三井グループである三越との経営統合とどう影響し合うか注目される。現状は三井グループの日記会に加盟している伊勢丹は比較的若年層に強い一方、三越は日本初の老舗百貨店という絶大なブランド力を持つ。日本初のデパートメントストア宣言を行い、 エスカレーターやお子様ランチ、通信販売などを最初に取り入れ、中高年層や全国の法人外省に強さを持つ。日本橋三越本店の富裕高齢高買層の1、人当たりの客単価は平均60万円とも言われる。しかし統合にあたっては、伊勢丹が統合持ち株会社の交換比率で優位であり、統合会社の初代執行役員は伊勢丹になることが内定した。 伊勢丹側が主導権を握ることが確実になったことにより、伊勢丹が代表総合館時点のアド加盟店との競合などを含め混乱が予想される。基本的には地方ではアドと三越系との重複加盟もあったため、一部の地方店以外は三越もアドに加盟している。ファッションの伊勢丹の名前通り、伊勢丹は世界各国のブランドを日本に初めて紹介し、 独占販売したブランドが存在する。ここで紹介するブランドは、現在も販売されているものも存在する。婦人服その他、伊勢丹の CM ソングを集めた、伊勢丹ソングズコレクション1972から1986が発売された。ただし、百貨店協会統一キャンペーン告知については別の、チャイムの場合がある。ありがとうございます。